マルグリット・ユルスナールマルグリット・ユルスナールは、フランスの小説家。本名は、マーガレット・アントワネット・ジャンル・マリエ・ギレーヌ・クレンワーク・デ・クレイエンカー。筆名の、ユルスナールは、本性のクレイアンクールからのアナグラムである。モンノワールの、マルグリットが、父と祖母と住んだ館フランス貴族の末えたる、父・ミシェルと、その二人目の妻で、ベルギー貴族の末えたるフェルナンドを母に、 ブリュセルで生まれた。母は出生時の三熟熱で矢を去り、父は娘を連れて、北フランスの農旅圏のモンノワールの館に帰った。幼少時は夏はモンノワール、冬はリール市の屋敷で過ごす。1912年から父と共にパリに移り、夏はベルギー海岸の別荘で過ごすようになり、父と家庭教師によって教育を受け、博学な父の教えにより、 西洋古典の教養を身につけた1914年にベルギー滞在時に第一次世界大戦が始まって帰国できなくなりイギリスへ渡って1年間ロンドンに住みここで英語を学び父からラテン語を学んだ翌年パリへ戻り父からギリシャ語を学びイタリア語を読集1917年にはパリを離れ南仏を転々とするニースにいる時に マカロレア第一部古典をコースに合格。1921年に対話隊の詩、イカロスなどを含む詩集、キマイラの庭を、自費出版、この時にペンネーム、マーグ・ヨーソンハーを用いた。1922年から小説、渦の執筆をはじめ、その後原稿は、破棄されるが、後の作品、死者が馬車を導くの方がが含まれていた。1924年に、 イタリアのビーラ・アドリアーナを訪れ、ハドリアヌス帝の階層の着想を得て、執筆を始めるが、この原稿も破棄された。1926年、父の再婚と共に、スイスに住み、当時流行していた通俗的な電気の影響で、古代ギリシャの詩人、ピンダロスの電気的な研究を執筆し1932年に、刊行された。1928年に、ジュネーブ評論しに評論。 ヨーロッパ診断を発表。1929年にローザンヌで父ミシェル死去、前年に執筆していた小説、アレクシスあるいは虚しい戦いについてを刊行。グラスセ社の審査委員である作家、アンドレ・フレニョーの指示により、1931年、シン・エウリリケを刊行。1932年のピンダロスで初めてマーガレット・ヨーソン・ハーのペンネームを使った。 1935年からギリシャにしばしば滞在、冬はパリで過ごし、イスタンブール、イタリア、中央、ヨーロッパなどにも滞在し、ギリシャ、バルカン諸国、インド、中国、日本などを題材にした作品集、東方北端を執筆した。1937年にロンドンにバージニアウルフを訪問、また当時イェール大学学生のアメリカ人女性、グレースフリックと知り合い、 招待を受けて、コネチカット州、ニューヘイブンなど各地に滞在する。1938年には、カプリシマ、ソレントで、第一次大戦の動乱期を背景とする、とどめの一撃を執筆。1939年に再び、アメリカに渡るが、第二次世界大戦勃発のために帰国できなくなり、その後11年間アメリカで暮らした。1940年に、 グレース・フリックがハート・フォードの高校に勤め始め、マルグリットも無給でフランス語と美術史を教え、1942から1949年までサラ・ローレンス大学の非常勤講師として、比較文学、フランス文学を教えた。1947年にはアメリカ市民権を獲得し、マルグリット・ユルスナールを本名とした。1950年にメイン州、 マウントデザート島に私有地と家屋を購入し、プチットプレザンスと名付け、グレースと共に住む。この頃、擬曲の執筆、黒人霊下や古代ギリシャ史の翻訳も言った。1951年にグレースと共にフランスに帰り、1952年にローマ皇帝の個人的な改装の形を取った歴史小説ハドリアヌス帝の改装、フェミナ・バカレスコ賞を受賞して、 国際的名声が高まり、アカデミー・フランセーズによる文学賞も与えられた。ブリュッセルのエグモント公園にある黒の家庭の石踏みこのゴロプチットプレザンスの他に、ドイツ、フランス、ベルギーなどを転々とし、冬はポルトガル、スペイン、カナリア諸島で過ごした。また、人権、平和擁護核拡散反対、動物保護、 公害防止など多くの運動団体に参加した。旧作、死者が馬車を導くの第一編、デューラフー風にの開校をはじめ、これがルネサンス期の医師、哲学者、錬金術師ゼノンの激動の生涯を描く黒の過程となり、1968年に刊行されてフェミナ賞を受賞。1970年にベルギー王立アカデミー会員に選出。 1971年にレジオンドヌール勲章受賞。1972年、モナコピエール大公文学賞受賞。1977年、全業績に対してアカデミー・フランセーズ文学大賞受賞。1980年には女性初のアカデミー・フランセーズ会員となった。1979年にグレース・フリックが死去。1982年に来日し、松島。 中村寺、伊勢、宇治、京都、広島、神戸、大阪を訪問。1991年に刊行された気候文集、老獄巡回では、15編中11編が、日本滞在について書かれている。1983年には、エラスムス賞を受賞。1985年に、心臓発作に襲われ、ボストンの病院で手術を受ける。翌年から、 ヨーロッパ各地に滞在し、ジュネーブでは入院中のホルヘルイス・ボルヘスを見舞った。1987年11月の失血で、マウントデザート島の小さな町場ーハーバーの病院に入院し、12月に同病院で死去した。自伝的作品として、作家自身のルーツをたどった、世界の迷宮三部作がある。ユルスナールは、三島幸雄を評価していたことでも知られており、 三島を扱った評論、三島あるいは空虚のビジョンがある。他に、イタリアの版画家ピラネージを扱った、ピラネージの黒い脳髄がある。マウントデザート島にある、マルグリッドの墓地、スカアツコ全集さん、P570F、ユルスナールの小さな白い絵を収録。とどめの一撃岩波文庫収録内容は、上記の他に、評論集、空間の旅、時間の旅、 ロングインタビュー集、目を見開いて。この中で、スカは、語彙の選択、公文の確かさ、文章の品位と思考の強靭さ。それらで読者を魅了することが、ユルスナールにとっては、魂の底から絶えず湧き出る喜びであり、それがなくては生きた心地のしないほどの強い、欲求だったに違いないと評価している。川で文庫、白水 U ブックス。 前週3に収録で再刊された。ありがとうございます。